こんにちは、内の今日のインテンテエスを始めさせていただきます。今日はちょっと柔らかいネタをねしようかなと思います。昨日があんまりね、グロかったんでゲロゲロって感じですけどね。まあ、ちょっとお口直しに、ちょっとおいしい、お <laughs> いしくないか、おいしくないかもしれませんけど、ちょっと柔らかいネタでいこうかなと思います。今日のテーマは、スズメの戸締まり見る日本の貸し筋と、こういうテーマでお話ししようと思います。 そそもそもですね僕はよく日本がこれから派遣国家になりますよっていう話をするんですけどこれはね何にも日本が他の国に対して軍事的な圧力を加えうるという意味で言ってるんじゃ必ずしもないんですよ。まあ、正直な話ねそんな軍事的に弱くなるとも思わないんですけど、えー、でもそ,そういう意味で派遣じゃないよなとこう思うんですよね。まあ、日本人の感性とか考え方ですね例えば和の精神とかあの自然崇拝とかそういった 日本的なエッセンスというんですか、日本的な精神性というんですか、それがやっぱ他の国々の人にも共有してもらえる時代が来るという意味で、僕は覇権国家になるよねと、そういうふうに言ってるんですよ。あの本当に興味深い話がありましたんで、これをねまあちょっと紹介しようかなとこう思うんですね。まず、ね、タイトルにあったスズメのとじりなんですけど、皆さんご存知ですかスズメのとじまりなんのこっちゃって言う方おられるかもしれませんけど、これはアニメなですね。あの映画劇場でやってる、劇場版の映画 あのアニ監督というね。で、監督がですねこ,この方ですよ新海誠さんって言ってこれね、まあ、僕もねちょっと何個か見たことあるんですよねあの秒速5センチメートルですかこれは強烈にびっくりしましたあのそのいわゆるこうアニメにおける表現技法っていうんですかそれがなんかちょっと1ランクちょっと違うぞと <laughs> そう思ったからですねまあ本当に表現がけました表現のね繊細さね あの坂道とか一般的な我々がよく見る日常風景なんですけどこれはこんなに緻密に表現できるのかと思って本当にびっくりしました。でもねこの作品はちょっと一個だけ悪いとこあるんですよ。何がって言ったらバッドエンドだ <laughs> これは、まあ、バッドエンドがええとそういう見方はあるんですけどねでも僕はね思いますがこのそれはどうでもいいんですけどこのバッドエンドはねちょっとこうだからちょっとこう。 あこれはいいよっていう言いにくいところがあるんですよね。まあその次は君の名はでしょうかね。これはすごく有名ですよね。まあ女の子と男の子はえー、っとなんか瞬間的にねこう入れ替わるんですよね。入れ替わるんなってであのなんか空からなんかなんかねあのなんだっけあの水、えー、星がんか落ちて街が一個潰れちゃうみたいなそんな話でしたね。まああのこう舞台になったねあの日下高山ですか。日下高山の情景がまたこれが素晴らしいんですよ。 綺麗やなと本当思います、ね、で今回の「すずめの戸締まり」なんですけどもファンタジーでやっぱり地震を防ぐとどうもそういう話のようなちょっとまだ僕これ見てないんですけどねいやこれがね今中国で大ブレイクとこういう話なんですね累計,、えっと、累計動員数が2,000万人と2,000万人ですよ東京の人口は1,000万としても東京の人口は2倍ぐらいの人が見に行ってるというねでえー、っと日本の動員数は 23年3月16日までで、えー、1068万人かだから日本の2倍ですわな中国はねで興行収入が141億円とまあ日本のほぼ2倍以上の人が「スズメの戸締まり」を鑑賞しているとすごいですね中国ですよで現時点で世界で一番たくさんこの「スズメの戸締まり」を見てるのは実は中国人だった <laughs> こういうことなんですよねでまあファンもいるということでしょうねで工業収入が 7.6億円とこれは144えっ、ー、と144億円かな日本の工業収入も抜いてるんですよね。まあそれはまあよくある話ですよ。でもやっぱりすごくすごいすごいよっていうことですよね。まああくまで予測してたからこのその通りになるかどうかはわからないけど、まあ日本のね作品でこれだけのえっ、ー、と工業収入を得るっていうのはなかなかないとこういうことですね。 海外の一国でより高い興行収入が出ることは異例の事態だそうされてるようですねでまあ興あ行収入がだっけと今のところ123億円ですがまあすごいなとこういうことですね、えー、だから6.83億円ですか5億円っていうのはね大体あの「君の名は」かな2016年の「君の名は」を超えてからもう、まあ、どの映画も超えられていないとそういうことのようなんですよでに中国の日本映画においてね 中国の日本映画において一つの壁が1億円と言われてるんですね大体19億円ですか興行収入がねこの数字をコンスタントに超えられるのは「名探偵コナン」とか「ワンピース」とか「ドラえもん」とか、まあ、こういうのになるわけですね中国から昔から人気があるコンテンツに限られるんだ新「アーク」のアニメとかオリジナルのアニメはまずこれだけの収益を上げることはできないこういうことなんですね だから「ハローワールド」かな「ハローワールド」という作品があってそれが唯一1.36億円かなそのぐらい収,収益が上がったそうです。まあ、まあ、これらがねらいくらヒットしてもね、えっと、2億円38億円前後に収まるとこの2億円を高い神と捉え3億円を超えたのは2019年に中国で初上映された「千と千尋か」「千と千尋の神隠し」4.88億円と。 スタンドドバイミードライモと、ラ億円、そして「君の名」の3作品だけだったんだ,とだいくらね日本のアニメみない受け入れられてるよって言っても映画館でね見る数はまだそんなに多くないんだよとこういうことなんですね。さらに言えば「君の名」がヒットして以来中国の配給会社の間では日本アニメ購入ブームとなりたくさんの作品の版権が購入されたがここまでのヒットになった作品はなかったと。 そんな中で中国では国産アニメブームが始まり海外作品への興味が薄ま,まると今度はコロナ禍の大不況が中国映画界を襲い日本のアニメの開発は一気に減ってしまったとこれから中国では日本のアニメは売れないそんな空気の中でコロナの終わりとともにさ、えー、っそと,と登場し大ヒットとなった「スズメの戸締まり」とこの成功はただのヒットではないと、えー、冬の時代を表せる春一番となる可能性があると。 こういう場合ねこのブログ書いた人はおっしゃってるんですねでこれなんでこんなに売れたかここなんですよ僕がの一番注目したのはここなんですよねそもそも「スズメの戸締まり」を見ているのはどんな人か、ね、あのこう中国にはそういうサイトがあるらしいよね「猫、ね、目プロ」というサイトがあるらしくてこういう表があるんですよこの表をちょっと見てくださいねとえっと1級1級上司2級上司3級上司4級上司と。 こういうね、上から二段面とかに、ね、書いてありますね。このここはすごく重要なんですよね。この一級城市というのはだいたい北京とか上海とか深圳とか広州とか、まあこれ国際都市ですね。で、四級都市一番ね右側にある四級都市ですか？四級都市は長年中国に住んでいても、えそれどこあんだと <laughs> そういうぐらいのまあ地方の名もなもない都市とこういうことですね。こういう都市。そこでね、だいたいこう見てみると、まあ あ君の名はだったら大体ね1級として 18.9%2 級として 40%3、えー、級として12.84級として28.2%とこうなってるわけですね。でまあスズメの旅を見てみましょうかこれは1級として1級として 10%2 級として 31.1%3 級として 12.4%4 級として46.5%とこうなってるわけですね。 だからこう名もない本当にね中国のどいなですわどいなでも46.5%の人が見てるっていうことですから相当相当中国の本当に地方の末端にまで実は届いているとこういうことなんですよね。だから一級都市とかはね1,000、えー、都市かな1,000都市2,000都市とかいうのはねこう,いう <coughs> こういうランキングでいうと大体大都市なんですよね。 まあ大阪とか東京とかえ名古屋とかそんな感じですよねだからそんなあの大きな都市じゃなくて本当に田舎をねちょっとした名前,名前も知らない都市ですねそういうところでまあだからあれですよね、まあ、日本のアニメとは絶対縁がないところですよそういうところでも爆発的にね受けてるんだそれがまず一つあるわけですねでやっぱりこうなんですかあの君ののの名前よりもスズメのトジマリの方が 地方ね中国の本当にね名もない地方ですごく支持されてるんだということがわかりますしかもねもっとびっくりすることがあるんですよ。あの君の君名はねだいたい何歳ぐらいの人が読んでたか見てたかっていうとだいたい20歳以上20代以上こういうことなんですよね。でもね今回はねあのこのなんですか「あの数名のとじまに関しては,のに関してはもっと若い学生 本当にね、若い学生の世代が圧倒的に支持しているということはわかります。だから、あの、本当にね、四千都市よりも、さらに田舎の映画館に行った知り合いは。周りがほとんど高校生だったと言ってましただから中、中国、西中国のね、あの、中国の高校生がね、うわ、むちゃくちゃいいわと言っていると。なんか、なんか、微笑ましいですよど、ね、なんかね。そういうことなんですよね。 まあ中国で人気のあるアニメ作品でいえば「名探偵コナン」や「ワンピースや「スラムダンクなど80年代生まれ90年代生まれの好きな作品に集中していると、まあ、それを考えるとスズメのトジマリが獲得者層層ははボリュームこのように本来のコミュニティ、まあ、県を超えて、えー、作品や事象が広がることを中国語では派遣、ね「破権」と破るに、えーとえー、清掃権な県ですね総括というんだそうです。 でもこの「すずめのとじまり」はまさに宗教生を通じて本来の層を超えて派遣した作品なんだと。ね、だから県を超えてどんどん広がっていく普通のね本当本当に普通のねの中国人に受け入れられてるんだしかも若い層にね受け入れ,られてるんだこういうことですよね。やっぱりね中国でもねあの独裁的な共産党支配の中国ですら 日本人の一般的な生活や価値観がやっぱりええなぁとやっぱりそういうこう何すかえー、っと受け入れられてるんじゃないかなとそういうことは言うことができるんじゃないでしょうかね。やっぱりね中国だけじゃないんですよ。これね昨日、まあ、あのこの前、ね、あの,あのマクロのねあの動画作りましたけどあれでんでたら「スズメっていうね向こうのタイトルになっててもう絶賛ですよ。あの昔は えー、宮崎駿だったけど今は深海だみたいなねそんな言い方でもうとにかくひたすら絶賛だからこんな感じでね中国だけじゃなくてまあいろんな世界にいろんなとこでとにかくすごく支持を受けてるとこういうことがあるようですね。正直な話ね正直な話ね80年代初頭ね80年代初頭はその頃まではねやっぱフランス映画でもね魅力があったんですよ。 でフランス映画といってもちょっと前にできた映画ね例えば「死刑台のエレベーター」とかねああいうのはなんかね本当に見に行ってああかっこいいなと思った覚えがありますけどあのね本当女優でね僕の頭の中残ってるのはねソフィー・マルソーぐらいですわソフィー・マルソー以降のフランス人の映画自身がもうあんまりありませんしね本当にねあのそういうこう,こうなんかしみじみにさせるような映画ってもうないんですよね。 じゃあアメリカの映画はどうかアメリカの映画はどうでしょうかね魅力ありますか、まあ、スター・ウォーズぐらいまでは面白かったよと言ってあげてもいいかなとう思うんですよ。でもねやっぱり今は最近だったら黒澤監督の,、ね、あの「生きる」でしたっけあのそんなのを、ね、リメイクして作ってるいやーなんかほんとねアメリカっていう都市国家はねやっぱネタ切れ <laughs> 壮大なネタ切れ状態ですよね。 ハリウッド自身が、ね、日本だからやっぱりねそう考えるとねやっぱりこう日本,日本的な文化っていうんですかそれがまあアニメを軸にしてって言ったら変ですけどこういろんな意味でね世界中に広がっていくとそれがちょうど今の今という時代なんですよね。ですからねこのチャンネルはね割れお年を召した方が見られてる方が多いみたいなんですけどもうちょっと長生きしましょうよ。<laughs> もううちょょっと長い生きましょうそしたらねこれ日本的な、ね、考え方がね世界中に隅々までねブワーッと広がっていくのが目にすることができますよ。それをねやっぱりこうちょっと楽しみにやっぱり生きてみるっていうのも一つじゃないでしょうか。というのが今日の話ね、まあ。まあ明るい話でいいでしょ。なんかねあのアルフィアさんの話なんかあんまり僕したくなかったんですけどね、まあ、しゃあないわと思ってまあたまにちょっと明るい話でしたけど、まあ、今日こんなもんで。 あの、まあ、あの、いろいろね、あの、よかったら、ユーフォンの包丁、そしてあ、チャンネル登録もぜひお願いします。で、まあ、スズメといえば、あの、えぇ、ー、アマゾン、アマゾンじゃない、あの、YouTube ね、ユーチューブのあの、広告量、ますます、スズメを伸びたようになっております。<laughs> よろしかったサンクソっていうのが、一番痛かった。<laughs> 違うか <laughs>。まあ、今日これでおしまいします。じゃ、失礼しますね。